こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回はソニックアドベンチャーに登場するキャラクターガンマについて解説します。ガンマはソニックアドベンチャーでしか登場しないキャラクターなんですが、ソニックファンにとっては非常に印象的なキャラクターです。今回はガンマがどんなキャラクターなのか、どんな人生を歩んだかを通してガンマの魅力をたっぷりお伝えするとともに、最後にガンマと関わりのある他のロボットたちについても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルでは他にもソニックに関するいろいろな動画を投稿しているので、ソニック好きの方はぜひ他の動画も見ていってください。それでは早速内容に入っていきましょう。まずはガンマがどんなキャラクターなのかを解説していきます。ガンマはエッグマンが作った射撃用ロボットで E100 というシリーズの2号機です。鮮やかな赤いボディと片腕の銃が特徴ですね。ソニックアドベンチャーの中ではプレイヤーキャラの一人にもなっていて、射撃で敵を倒しながらステージを攻略するシューティングゲームを楽しむことができます。また普段は二足歩行で移動しますが、しばらく動いていると足を折りたたんで走行モードに、水の上では腰からプロペラが出現して飛行モードに変形、さらにオプションパーツのブースターを取り付けるとホバリングもできるようになるなど、ロボットならではの機能がたくさんあるので遊んでいてとても楽しいキャラクターです。またロボットでありながらある程度の知識も有しており、簡単な会話なら難なくこなすこともできます。そんなガンマはミスティックルーインにあるエッグマンの基地で生まれました。目覚めてから一番最初に目にしたのは自分を作り出した主であるドクターエッグマンの姿、そしてエッグマンから自分が E100 シリーズの2号機 E102 ガンマであることを教えられます。その後エッグマンに連れられて訓練所へ向かうガンマですが、どうやら自分はあまり期待されていない様子。また自分には E101 ベータという先輩ロボがいるようです。訓練はソニックたちを模したマネキンを破壊していくというものでしたが、エッグマンの予想に反して難なくこなすことができたガンマ。戻ってきたガンマはエッグマンの空中要塞エッグキャリア乗船をかけた選抜テストを受けることになります。テストの内容は別のロボットと勝負をし、勝った方が乗船権を得るというもの。そしてガンマの対戦相手は先ほどエッグマンの口から出た自分の先輩ロボ E101 ベータでした。ここでもエッグマンはガンマに期待はしておらず、どうせベータが勝つだろうと思っていましたが、その予想に反して見事ガンマが勝利します。手のひらを返したようにガンマを称賛するエッグマン。そしてルール通りガンマがエッグキャリアへの乗船権を手にしますが、敗れたベータがエッグマンにすがりつきます。そんなベータを見てエッグマンは何かの足しにはなるだろうと言って特別に乗船を許可しました。隠してエッグキャリアに乗り込んだガンマは早速エッグマンから召集を受けます。集合場所に行ってみると、そこには自分の兄弟機たちの姿が。そしてガンマたちはエッグマンからある任務を言い渡されます。その任務とはあるカエルを見つけ出し捕獲せよというもの。ガンマとその兄弟機たちは任務を果たすべく各地へ散っていきました。ガンマが向かったのはステーションスケアにある海岸。そこでガンマは見事目的のカエルを見つけます。しかし次の瞬間、不思議な光に包まれたガンマは彼のデータ上には存在しない謎の場所へと飛ばされてしまいました。突然の出来事に困惑するガンマでしたが、その場所で古代ナックルズ族の少女ティカルと不思議な生命体チャオに出会います。ティカルの話によると、どうやらこの小さな生命体たちには姿の見えない守護者がいるようです。そしてティカルの父親がこの地を狙っているとのこと。ティカルの話に耳を傾けていたガンマでしたが、再び不思議な光に包まれ、気がつくとエッグキャリアに戻っていました。すでに他の兄弟機たちは戻っており、皆各々カエルを捕獲していましたが、エッグマンが求めていたのはガンマが捕獲したカエルです。見事目的のカエルを持ち帰ったガンマはエッグマンから称賛されますが、一方で任務に失敗した兄弟機たちは全員エッグキャリアから追放されてしまいました。目の前で追放される兄弟機たちを黙って見つめるガンマ。そんなガンマにエッグマンは新たな任務を与えます。その内容は牢にいる女から小鳥を奪ってこいというもの。任務を遂行すべく牢に向かったガンマでしたが、牢への入り口を間違え違う部屋に入ってしまいます。しかしその部屋でガンマは衝撃的な光景を目にするのです。そこには以前エッグキャリアへの乗船をかけて戦った兄弟機ベータの姿がありました。しかしその姿は以前見た時から大きく変わっています。エッグキャリアへの乗船を特別に許されたベータはエッグマンによって大掛かりな改造を施されていたのです。床にはベータのものと思われる部品も多数転がっています。おそらくベータは容赦なく分解され、今まさに再構築されているのでしょう。そんなベータの姿を見て言葉を失うガンマ。何か心に引っかかるものがありましたが、無言でその場を後にします。その後牢に向かったガンマは小鳥を連れた女エミーと出会います。エミーに小鳥を渡すよう迫るガンマですが、エミーは断固として拒否します。そんなエミーの行動が理解できないガンマ。エミーは今牢に捕まっており、目の前には自分という脅威が迫っている。そのような状況でなぜ関係ないもののために一生懸命になれるのか。
そんな時、エミーの手から小鳥が飛び立ち、ガンマの前にやってきました。主であるエッグマンの命令は、この小鳥を捕らえること。今、手を伸ばして小鳥を捕まえれば、それで任務完了です。しかし、なぜかそうすることができないガンマ。そして、自分でも訳がわからないまま、エミーたちの牢を開けてしまいます。驚くエミーに対して、早くここから逃げるよう告げるガンマ。そんなガンマに対してエミーは、あなたが本当は悪い人でないのなら、今度会う時は友達だと言い残し、その場を去っていきました。主であるエッグマンの命令に背いた。自分はどうしてしまったのか。自分自身の行動に混乱するガンマでしたが、まもなくエッグマンからの召集を受け、エッグキャリアの甲板に向かいます。甲板に出るとそこには、エミーを助けに来たソニックとテイルスの姿がありました。ソニックを倒すよう命令されたガンマは、今度は命令に従い、ソニックと対峙します。しかし、ソニックのスピードに対応できず、ガンマは破れてしまいました。ですが、とどめを刺されそうになったその時、ガンマとソニックの間にエミーが立ち入り、ソニックに対して、このロボットは悪い人じゃない、これ以上はやめてくれ、と懇願。そんなエミーの姿を見て、ソニックはガンマを見逃します。しかし次の瞬間、大きな揺れとともに、エッグキャリアが墜落を始めました。エミーはガンマに、ここから脱出するよう促します。ガンマがなぜ自分を助けたのか問うと、友達だからだと答えるエミー。そして別れ際にまた会えるよねと言い残し、エミーはテイルスと共に脱出していきました。その後ガンマもエッグキャリアから脱出し、ミスティックルインへとたどり着きます。その道中でガンマは、これまでの出来事を思い返していました。改造されたベータ、追放された仲間たち、自分を友達だと言ったエミー、服従すべき主であるドクターエッグマン。そして悩んだ末、ガンマはエッグマンのマスター登録を解除し、自分と同じ E100 シリーズの仲間たちを解放するために行動を開始します。これまでもその片鱗はありましたが、この時、ただの機械であったガンマに、はっきりと意志が芽生えたのです。その後、ウィンディーバレーで E103 デルタを、レッドマウンテンで E104 イプシロンを、ホットシェルターで E105 ゼータを解放したガンマ。残るは、自分が生まれて初めて出会った仲間、E101 ベータのみ。しかしその時、ガンマはあることに気づいてしまいます。自分も E100 シリーズの一人だということに。そんなガンマの目の前を黒いロボットが高速で横切りました。もしやと思ったガンマが後を追うと、そこにはベータの姿が。しかしその姿は変わり果てており、以前の面影はほとんどありません。異形の姿に改造されてしまったベータを解放すべく、ガンマは最後の戦いに挑みます。激闘の末、ついにベータを倒したガンマ。これで残るは自分だけ。そう思いながらその場を後にしようとしたガンマでしたが、突如ベータが起き上がり、最後の一撃をガンマに放ちます。その一撃をまともに食らってしまったガンマでしたが、最後に一矢報いたベータはそのまま爆発。そしてその中から1羽の小鳥が解放されます。一方でガンマは再びその場を立ち去ろうとしますが、ベータの最後の一撃によって致命傷を受けていました。そんなガンマの前にベータから解放された小鳥がやってきます。しばらく小鳥を見つめた後、再び歩き出すガンマでしたが、次の瞬間、ガンマの脳裏にある光景が浮かんできました。それは、たった今目の前にいた小鳥と、エミーが連れていた小鳥、そしてその2羽と一緒にいるピンク色の小鳥の姿。自分の中にも動力源として小動物が囚われている。そして今浮かんだ光景、もしかして自分の中にいるのは。ガンマはさっきの小鳥の方を振り返りますが、その時ガンマの機能が完全に停止。そのままその場に倒れ伏し、爆発してしまいます。そしてその中から現れたのはピンク色の小鳥。やはりガンマの中にいた小動物はあの光景に映っていた小鳥だったのです。そして再会できた2羽の小鳥はそのまま一緒に残る1羽を探して飛び去っていったのでした。ガンマの中にはこの小鳥がいたわけですが、あの時エミーを助け、兄弟たちを助けると決めたのはこの小鳥ではなくガンマ自身の意思でしょう。最後に自分自身も解放されたガンマですが、その結末は彼の望んだものであったと信じたいですね。それでは最後に、ガンマと関わりの深かったメカたちを紹介します。まずは E101 ベータ。ガンマが最初に戦った相手であり、また最後に戦った相手でもあります。ガンマと最も関係が深い機体ですね。E100 シリーズの初号機でエッグマンの自信作でしたが、後継機のガンマに敗れたことで大きく人生が変わることとなりました。発動時の外見はガンマと似ていますが、カラーリングは黒です。またガンマと異なり、両腕に武器がついているのも特徴です。戦闘時はこの両腕からミサイルを撃ってきますが、一発ずつしか撃たない上にスピードが遅く、さらにガンマの攻撃で撃ち落とすことができるので、さして脅威ではありません。攻撃方法はこれだけなので、最初の戦闘ではあまり苦労しないでしょう。一方、ラスボスとして登場した際は、両腕の武器が強化された上に下半身がなくなっているなど、見た目が大きく変わっています。
性能も格段に向上していて、一度に大量のミサイルを撃ってくるようになったほか、高速で突進してくる攻撃や上空からビームを放って爆発を起こす攻撃など攻撃パターンが増えています。さらに通常時はこちらの攻撃を弾いてくるので、ダメージを与えられるタイミングは突進後にできたわずかな隙のみ。ラスボスということもあって、とても手強い相手になっています。続いては E103 デルタ。こちらはガンマの後継機で青い体をしています。カエル捕獲任務に失敗して追放された機体ですね。最初はガンマと同じ見た目をしていましたが、追放された後に改造を施され、両腕が武器になりました。この武器は初期のベータと同じものなので、改造後は初期のベータの色違いということになりますね。攻撃パターンも初期のベータと同じで、ミサイルを一発ずつ撃ってくるだけなので、刺して苦戦はしないです。続いて E104 イプシロン。こちらもデルタと同じく追放された機体で、オレンジ色の体をしています。追放後に両腕を武器にされた点もデルタと同様ですが、武器の性能はデルタより優れており、同時に2発撃てる上に連射も可能です。ですが難易度や戦い方はデルタとあまり変わらないので、落ち着いて対処すれば難しくない相手ですね。続いては E105 ゼータ。デルタやエプシロンと一緒に追放された機体で、カラーリングは紫。そして E100 シリーズの中で最も大きく改造された機体でもあります。改造後のゼータはエッグキャリアのエンジンルームに護衛ロボとして配置されているんですが、体の自由を奪われ固定放題のようにされています。ですが戦闘力は他の E100 シリーズを凌駕しており、体に搭載された8つの砲台から絶え間なく大量のミサイルを撃ってきます。その8つの砲台を全て壊せば倒せるんですが、ガンマのいる足場が回転していることもあり、戦闘の難易度は一気に上がっていますね。その難易度と見た目の印象から E100 シリーズの中でも特に印象に残っているボスです。なお、ここまで紹介した機体から分かるように、 E100 シリーズにはギリシャ文字の名前が与えられるのですが、一番最初のアルファに該当する機体がないことにお気づきでしょうか。実はアルファに該当するのはエミ編に登場するゼロなんです。ゼロは試作機であるため、他の E100 シリーズとはだいぶ違う見た目をしており、射撃用武器もありません。しかしある程度の距離までは腕を伸ばせるほか、装甲が非常に頑丈なので接近戦にはとても強いです。ゲーム中ではエミーの連れた小鳥を捕獲すべく、エミーを執拗に追い回し、最後にはラスボスとして立ちはだかります。続いてはソニックアドベンチャー2に登場する E1000。 こちらはガンマをモチーフにした量産型ロボットで、見た目はガンマにそっくりですが、知能は搭載されておらず、武器も貧弱なものしか装備されていません。射撃の間隔が短い点だけ注意ですが、普通の雑魚敵と大差ない強さです。続いてソニックバトルに登場した E121 ファイ。こちらも一応 E100 シリーズなんですが、ソニックバトルに登場したエメルというロボットをモチーフにしているため、見た目はガンマと全然違います。ゲーム中では雑魚敵として出てきますが、ソニックたちと同じ技を使ってくるため、たまにめちゃくちゃ強いやつがいます。2対1になることもあるので、雑魚敵だからといって油断していると痛い目を見ますね。続いては同じくソニックバトルに登場するカオスガンマ。こちらはガンマと同じボディを持つ機体ですが、中身は全くの別物。ガンマよりも攻撃的で口数も多くなっています。またカオスエメラルドのかけらを動力源にしているため、カオスガンマと呼ばれています。ゲーム中ではソニックたちの敵として立ちはだかりますが、ストーリーモード以外では操作することもできて、性能的には攻撃力が高いが技の出が遅いという典型的な重量級タイプですね。最後にご紹介するのは E123 オメガ。ソニックヒーローズで登場した E シリーズ最強の機体です。ですが完成後にエッグマンに封印されたため、彼のことを恨んでおり、基本的にはエッグマンと敵対関係にあります。ガンマたちに比べて装甲が厚くなっているほか、腕が鋭利な爪からマシンガン、バズーカ砲などに変形可能で、遠近どちらの戦闘にも対応できるなど、最強の名に恥じない装備を有しています。また E100 シリーズの中で唯一レギュラーキャラになった機体でもあり、ソニックヒーローズ以外にも数多くのゲームに登場するキャラクターですね。以上、ガンマについての解説でした。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価、たくさんのコメントなんかもぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。